三好市東、いや、落合集落三好市は、徳島県西部に位置する市。四国4県の市町村の中では最も面積が大きい。市役所の所在する池田地区周辺の空中写真。2009年5月9日撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。徳島県の最西端に位置し、香川県、愛媛県、高知県と接する山間過疎地域。剣山、吉野川など、西日本や四国を代表する山河が揃い、豊かな自然に恵まれている。徳島県西部の山間地域には、急峻な斜面が多く、茅をすき込む、土壌流出防止法や独特な農具の利用など、 特徴的な休憩斜地農耕が継承されており、西阿波の経営地農耕システムとして、三好市を含む地域が2018年3月に国連食糧農業機関から世界農業遺産に認定された。南部と北部山地は土砂崩れや落石が多く、高天時には注意が必要である。年平均気温の平年値は池田町で新潟市と同等。 東いや形状で仙台市や秋田市と同等である。年光水量は瀬戸内海に近い北部では1500ミ、mm、リメートル以下の地域が多く、四国山地にあたる南部では2000ミリメートルを超える。冬季には積雪や路面凍結が見られ、一部の道路が冬季通行止めになる。県面積の1、6を占める県内最大面積の市町村だが、 火事打ち面積はそのうちわずか13%である。美野町は、三好郡東三好町を挟んだ飛び地である。美野総合支所 10km、伊川総合支所 7km、本町 13km、山城総合支所 20km、そ蘇谷総合支所 15km 東、伊賀総合支所指名使用問題愛知県西鴨郡、三好町が、 三好市として、市政移行することに関し三好市に打診したところ、先行して三好市となった同志は、2007年から2008年度にかけ、反対の意思表明を行った。結果、愛知県三市町は三好市として、市政施行することとなった。旧町村の姉妹都市、定型都市を引き継ぐ。高齢化率が高く、将来の大幅人口減が予測されており、 根本的な対策が早急に望まれている。将来推計人口12月推計年少は15歳未満、生産年齢は15から64歳、老年は65歳以上。池田駅前アーケード街地域ごとに見ると、山城町と東屋で建設業就業者の割合が高く、美濃町と山城町で農林業就業者の割合が高い。美野町大技のみ表示。 障子は表示していない。池田町池田地区橋倉地区障子は表示していない。スケウ町地区三名は、地区山城町山城地区三名地区伊川町、辻地区、伊内地区東、いや西や山村三好市発足により、町名、あざ名は次のように変更される。池田高校高等学校中学校、小学校保健医療機関は、池田町に集中している一方で、 東谷と西谷山村には少なく、大保県駅から高知県豊永駅にかけての吉野川遊域には存在しない。休日夜間当番駅間を中心に記載する。主な保健医療機関、施設三好市に空港は存在しない。阿波池田駅有名、無名、自然物、人工物を問わず、多くの観光資源に恵まれている。伊やのかずら橋運転時。 いや慶の小便小僧平家屋敷民族資料館神社は多数あるため見越しがあるか知名度が比較的高いものに限定している小説映画ドラマかありがとうございます